チャー朝日です。今日はですね、こちらのボルドーのスモーキー囲みアイメイクをポイントに置いたちょっとスタイリッシュなメイクをご紹介していきたいと思います。こちらのメイク、先日行ったアベノハルカスでのメイクアップショーでもね、実際に実演したメイクなんですけれども、その時に使った、デパコスコスメを使ってメイクを仕上げております。今期のトレンドが囲みアイメイクらしいんですけれども、2019年はこうアイライナーで囲みアイを作るっていうよりかはアイシャドウを使った囲みアイっていうことで、ちょっとねこの深みのある目元、やっぱり秋冬は夏とはまた違うメイクの楽しみが増えてくると思うので、まあ、そういったところをねふんだんに取り入れたメイクとなっております。ということでスタート。はい、ではベースメイクが終わったので眉をやっていきたいんですけれども、まずねベースメイクで使ったアイテムを紹介していきたいと思います。まず下地にランコムの UV エクスペールトーンアップローズ、ファンデーションはコスメデコルテ AQ スキンフォルミングリキッドファンデーション301番、コンシーラーはシュー上村のアンリミテッドコンシーラー4番のミディアム、そしてパウダーがコスメデコルテフェイスパウダー00番のトランスルーセントカラーを使っていきました。ちょっとツヤ感が残るような仕上がりにしております。そしたらね、こっちの眉まだ描いてないので描いていきます。チェックのアイブロウホルダー1737番でいいのかな、こちらとルナソルのスタイリングアイゾンコンパクト01番です。まずはいつも通り眉毛の下のラインですね、ここを決めていきたいと思います。平行になるようにこんな感じでガイドを描いていって、その後は、眉尻の上のラインですねをつなげるように、そして毛がないところを埋めていって、アイブロウパウダーのここら辺のカラーを混ぜながら自分の眉に合わせた色で眉の中央のところから眉頭の方に向かってね、なじむようにのせていきます。ちなみに使っているブラシはマキアージュのものが好きなので使ってます。でこのふさふさしている方を薄い色を取って、ノーズシャドウ少しこのラインにですね入れていきます。そしたら次チークを入れていきたいと思います。最近めっちゃ使ってます、ベアミネラルのバンス&ブラブラッシュブラードバフというカラーです。これをね指に取って、ちょうどこの目の下ら辺ですかねを中心にふわふわっと、これがねちょっとクリームっぽいんですけども、サラッとした使用感になっていてめちゃくちゃ使えます。で今日はねアイメイクもこのベアミネラルのバンス&ブラーシリーズを使っていくんですけども、どっちも粉っぽくもなりすぎずにとっても綺麗な仕上がりになります。でこんな感じでなんとなくチークを入れたところで、こちらですねベアミネラルのバンス&ブラーアイシャドウパレットダスクというね、こちらのハイライトカラーからボルドーカラー、そして深みのあるカラーが入っているパレットになっています。まずはこのハイライトカラーを指にとって、まぶた全体にこう明るさを出すように、でちゃんとこう少しねツヤっぽさも出てくれて、そしたら次このボルドーカラーをですね同じように指でとって、でこのボルドーカラーがちょっとね黄みもあるので、すごくね肌にも馴染んでくれて、赤みオレンジっぽいカラーにも見えるので、とっても秋色ですごく可愛いです。少しずつ少しずつ重ねていきながら深みも出していけるし、調節がめっちゃしやすい。見てお分かりの通りソフトマットっぽい感じのスモーキーアイが作れます。そしたら続いてこのねオレンジブロンズっぽいカラーをチップにとって、下まぶたのところに全体的にぐるっとね囲み合いを作っていきます。この色もねとっても綺麗なねオレンジで発色してくれるので、この色を上まぶたに一色で単色で乗っけてもとっても可愛いんですよね。で今日はアイシャドウで作るスモーキーな囲み合いをね作っていきたいので、上下ボルドーカラーよりも下の色を少しね変えたりするととっても可愛いかなと思ってます。そしたら続いてアイライナーですね、資生堂のマイクロライナーインク03番のプラムカラー、これをまぶたのインラインのところに塗っていきたいと思います。
まずはこの目頭のところのここですね。でここに関してはインラインプラス外側にもちょっとこう見えるようなぐらいの位置に描いていって、でここから先に関してはキュッとねまつげのところを上げて、この内側の粘膜のところ、アイシャドウの色を見せたいときはあんまりねこのラインでアイシャドウを隠したくないので内側にねラインを入れていきます。ピタッと密着してくれるし、このねプラムカラーがめっちゃすごいいいカラーです。そしたらさっきのパレットに戻って、ここのね濃いめのブラウンカラーをチップにとって、今描いたラインのところを少しこうぼかしていきながら、うっすらと表側にもラインっぽい感じで描いていきます。でも本当にぼかす程度で大丈夫。はい、こんな感じで左右ともに目元をね締めていったら、さっき下まぶたに入れたこの色をちょっと指にとって、鏡で真正面を見た状態でちょうどこの黒目の上のところ少しだけ色を足していきます。ボルドーカラーだけでも可愛いんですけど、ちょっとこう上下まぶたとのつながりプラスなんか立体感がこれで出るかなっていう風に思うので、そうするとこんな感じですね。うん、いい感じ。チャックのマスカラベース、こちらをね塗って軽キープさせていきたいと思います。ビューラー上げるとさっきねこのインラインに塗ったアイライナーがこう見えてきてくれるので、アイライン効果がねこう倍増してくれます。でアベノハルカスのイベントの時は同じくスックのブラウンカラーのマスカラをつけていったんですけど、お借りしていたマスカラだったので今手元にないのでごめんなさい。ちょっとプチプラのものしかブラウンなかったから、これパワフルフィルムマスカラロングのブラウンカラーを塗っていきたいと思います。少しこのまつげで抜け感を出したいのでブラウンカラーにしてみてます。はい、こんな感じでマスカラまで塗れましたら、さっき使ったねあの資生堂のアイライナー、こちらを下まぶたの目頭らへんに少しだけ1センチ5ミリぐらいですかね、ここのところだけちょこっと入れて白目をはっきりと見せていきたいなと思います。下まぶた全部にねアイライナー描くとかなりこうきつい感じになっちゃうと思うんですけども、ここのほんのちょこっとだけ塗るだけでもコントラストがはっきりするので白目がねすごくこうくっきり見えるかなと思うんですよね。どうでしょうかね。そうするとこっち側がちょっとね寂しい気もするので、内側にキュッと寄せた後はスックのカラーインクリクイドアイライナー03番、これを目尻側だけ少しこう伸ばすような感じで加えていきます。赤み赤みでもこう大人っぽく仕上げられるカラーライナーなのでこの色とっても好き。でこんな感じで少しだけ長さを出すとキュッと内側に寄って外側にも長さが出てるので目の幅が出るようにね見えるかなと思います。目尻側だけポイントで入れてあげるっていうのがポイントです続いてリップはコスメデコルテザルージュベルベット RD401番ですね。このちょっとソフトマットなね仕上がりになるリップめっちゃ気に入ってよーく使っております。もっとグリグリって塗ったら色味出るんですけれども、目元にポイント置きたいのでポンポン塗りで、したら最後ハイライトを入れていきます。ハイライトはいつも通りローラメルシェのマットラディアンスベイクドパウダーハイライト、鼻筋のライン、おでこのところで、頬骨のラインですね。はい、ということで髪の毛もピシッと決めまして、メイクの完成です。やっぱねたまにはこういうメイクもしたくなるよね。しかもこういうねこうピシッとしたメイクって秋冬のお洋服にはねこう合うんですよ。今季はやっぱりちょっとハンサム系なメイクだったりとかモード系なメイクっていうのがお洋服にもいろいろ相性いいんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんもねたまにはこういった感じのメイクも試してみてください。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。